え？おお。好奇心旺盛な男の子ですか。そうですね。でもどうして僕のな。今テリーに聞いたんだ。記憶喪失の人が来た。テリー。本物の事件。僕ワクワクちゃってほう。テリーさんこの人ですか。ほーらセシル。デリケートな問題を抱えた当人を前に嬉しそうにするもんじゃないよ。あ、そうですね。それが普通ですね。あ、ごめんなさい。俺からも謝るよ。事件の匂いがすると伝えたのは俺なんだ。ちょっと探偵かな、メインの。あなたはテリーさん。謎としては初級だな。雑貨屋の傍らシードともよろしくやらせてもらってる。ほうほう。あんたとも仲良くしたいな。はい、よろしくお願いしますって感じですね。こちらこそ。あの、僕とも仲良くしてくれる？もちろん。よかった、ありがとう。まだ挨拶してないところ、ちょっと雑貨屋さん見ていきましょうか。商品の会計したいときは持ってくればいいのかなって。まだやってないのかな。妨害しないように。今日は休みか、ここは。じゃあ次はこのパンのマークのとこですね。ここで装飾品とか作るパンがもらえるわけでしょうか。ブドウパンかな、あれは。いい匂いがすると。お、いらっしゃいませ。おじいちゃん、ひげのおじいさん。おじいさんか。すみません、まあ、挨拶回りですからね。シードの新人さんでしょ。おや、ユキは知っているのかい。もうユキさん、メガネなくした人ですか。同じこと考えてましたね。昨日プリシラが嬉しそうに話していったんだよ。すごく優しくていい人。うん。ほうほう、それはそれは。店長のランドルフです。ランドルフさん、覚えられるかな。妻のユキと二人でパン屋をやっています。パンを買わなくてもいいから、お話をしに来ておくれね。おお、なんでですか。ほっほっほ。老人には世話が、世間話は何よりの楽しみ。うん。まあ普通のおじいちゃんおばあちゃんですね。新しいお話を仕入れたらいつでも来てちょうだいね。はい。いや、いろいろとみんな楽しいですね。レシピパンをください。あ、やっぱり一日に食べる買えるパンは限られてるわけですね。まあとりあえずみんなと挨拶を済ませていきましょうか。引き続き
お、ランドールさん、持ってに。多分、毎日話しかけるのも重要ですね、このゲームを。おっと。階段これか。ここ薬屋さんですね。町長がいる。村長か。倒れたらここに運ばれるのかな。シモーヌさん。あら。まあすっかり元気になりましたね、本当。医者の不出生というやつで。おお、なるほど。マッドサイエンティストってやつですか。患者の体では試せないだろう。痛くしないでくれるなら。くしゃみですか。風邪？普通の風邪か。まだ、いや、短い挨拶でしたね、ここ。まあそんなにみんなが心配するほど行き来で心配はないよね。お疲れ様です。心配だからちょくちょく散ってかないとね。これこれ何屋さんだっけ。服屋さんか。届けたおじさん。え、惜しかったね。9999人目のお客さん。1万人目だったら記念に掘り出し物をプレゼントしたんだけどな。はあ、ここ1万人も来るのか。それは残念です。うんだよね、残念だよね。じゃあさ、一回店の外に出てもう一回入ってきてくれる。ほうほう。何か裏がある人なんか。ん？隣に。変わった人が多いんですかね、これ。何ですか、これ。納得の反応ですよ。違うよ、お客さん。お客さんは違うよ。今のはあんたも一緒に出るのかよって言ってくれなきゃ。いやー、初対面の人にそれはきついですね。これでお客さん雇用は何。ああそうでした。見習いたいになったウンゼと言いますと。記憶喪失ですね。物忘れが激しい方。ちなみにおじさんはクリスタルショップの店長ハインズね。クリスタルショップなんでしょう。クリスタルとは笑顔は幸せの種。生温かく。はあ、一年まああるんでしょうか本当に。やっぱりそんなに人来ないわけですね、ここには。ついでに、あ、お店今日はやってないのかな、これ。この感じだと。で、ここ、お風呂屋さんかな。いや、ん？寝るところがある。旅館？書いてありましたね。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。
このチャンネルではゲーム実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。